先週の9月19日後楽園ホール大会で、第4回王道トーナメント、優勝いたしました、須賀間選手の、記者会見を始めさせていただきます。それでは、須賀間選手、喜びのコメントの方よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、ここにあのトロフィーがあってな、こういうなんかまあ舞台とかこういう場がね、なんかいや久々っていうか、うん、いやーなんか離れしてねえなみたいな、なんか違和感を感じるんですけど、まあ、それだけこう自分自身があのね、こういうまあ半年前はね三冠馬取ったわけだから、まあ、半年ぶりなんだけど、なんだろうねそれ以上な感覚になりますね。はい、で、あのまあ報道トーナメントね、振り返ってみると、ね、まあ、1回戦ね、あの三冠チャンピオンに、ね、勝てて、まあそれで波に乗れたなというのは感じましたね。で、まああの2回戦で、まあ、滝沢選手と当たっては、こんな若い力もいるんだなっていうふうに、まあ、将来頭角を現してくるなっていうのも感じたし、ね、準決勝では、ね、剣道家臣、まあね、また靴脱げたけど、もうそのまあ靴、ね、脱げた後も、しっかり対処できて、しっかり勝ててよかったと、うん、まあ、借り返してたし、でまた決勝はね、うん、また力つけてきてるなっていうふうに、まあ、ゼウスのことは感じたし、うん、まあ、すげえここまでなんかこう、ね、ダメージをこう負うそういうのもなかったし今まで、うん、まあ、今までね三冠戦とか激しくやっても、ね、そこまでこう体的にはね次の日も元気で入れたんだけどね今回ばかりは、うん、動くのがもうしんどくてね、もう次の日はもうなかなか動けない状況というね、まあ、そういう体の痛みとかね、うん、そういうのは感じて、ああ優勝したんだなっていうものを感じました。まあ今ねこう俺は優勝まあできて、じゃあその次どうするかと。まあこの間の試合後も行ったんですけど、ね、次三冠、ね、宮原の持ってる、ね、三冠、ね、それに、まあ、挑戦したいと。いや、全日本プロレスには、最高の舞台を用意してもらいたいなと。それは僕からの要求です。ぜひ一日も早くその、ね、発表を待ち望んでいます。はい、以上です。決勝戦は、うん、こう引き戻となったら記憶が飛んでたような感じに見えたんですけど、こう記憶が飛んでたように見えたんですけど、いや記憶が飛んだっていうかね、意識はもう半分まあ朦朧とね、まあ、なったっていうのもあるんだけどまあでも今まで散々飛んでるんでね、飛び慣れてるというか、うん、そのパーンってこうなった後もね、無意識にできるんだなと、うん、そう思った。うん、散々今まで飛ばされてよかったなっていう、うん、飛んだ時の対処っていうのかな、それがなんか自分の中でなんか自然になんか脳が動いたのかななんて今振り返ると思いますね。まあ、二度と嫌ですけど、うん、やっぱそういう風に感じるんだ。分かんないな。まあ、開幕前は今回その王道トーナメントに際してその完全復活を証明する、うん、っていう言葉を口にしましたけど、はい、どうですか、その完全復活まである程度手応えました。そうですね、本当に1回戦のね、宮原戦っていうもので、あそこまでこう自分自身が動けたっ
ていうのがね、ものすごい自信になったんですよね。でまた今回、ね、まあ、準決勝もね、前回ね負けてる相手に接続して、ね、勝てたっていうのも、いい流れに、ね、なったし、決勝戦も、ね、なんかなんていうのかな、まあ、意識ね朦朧としながらもしっかり、ね、できたということはやっぱり自信になって、ね、完全復活っていう、ね、自分の中でのテーマへ向けてねこう動き出して、うん、本当にもう一歩手前までこうね来てると。ただやっぱ優勝が完全復活だなんて俺もう思っていないんでね、やっぱ俺自身やっぱその三冠のベルトっていうものをね取り戻した、ね、時にねその何年始のねあの日に戻れるのかなっていう、今年がやっとスタートするのかなっていうふうに思ってるんで、ね、うん、そのまあ完全復活は、ね、三冠ベルトを、ね、俺の口に戻ってきた時と定めています。先ほど言われた、まあ、優勝後のやるときにその最高の舞台っていうのは当然やっぱり11月27日の両国、うん、一番ふさわしいのかなと思うんですけど、そのとしてもやっぱりそこになりますか、うん、まあ、俺自身も、ね、その最高の舞台というのは、ね、今考えられる、まあ、俺は全員のプロスのね、ジュージャーのその両国、そこでぜひ挑戦させてもらいたい、そう思ってます。久野さん、王道トーナメントが全部が分裂した直後に始まって、うん、そういう意味でも分裂後の象徴的な大会だと思うんですそこを制したっていうと、うん、その中でもこう、うん、大きなことだったじゃないですか。ああ、そうだね、本当この、ね、優勝カップを、まあみね、見たとき思い出すよね、うん、ああなんかあれだと何年経ったんだろうなと思うんだけどね、こんなね時にまたね昔の顔がなんかねひょっこりこう出てきたりとかね、うん、そんなのあってね、まあいろいろなこう、まあ、感じもありますけどね、うん、いやでも長かったなっていう、はい、気持ちです。あ、この三冠を意識した状態での、今の王者としての宮原さんっていうのはどのように久野さんから映ってますか。うん、いやね、まあ、自分自身のこう、ね、世界をねこう作りてんだなっていうのを気持ちも、ね、見てて分かるし、ね、現に作ってる段階なんだなっていうのも分かる、ね、入場なんていうところ見ててさ、あ、なんかこう自分世代観をこう作って、ね、いるんだなっていうふうに思ってるんだけど、ここでね俺が戻ってきて、うん、そこをね、まあ、この間1回戦でね戦って勝ってそのまま崩してやったんだけど、まあでもねすげえ、まあ、宮原だけじゃないけどね、ね、若いやつらとか、ね、他団体のやつものすごいこう下からのこの突き上げというのがね、そういうのは感じますね。でその突き上げと同時にこうなんかこの時代の流れっていうものもものすごい早いなっていうふうに感じるし、ね、ちょっとこうねいなくなっただけでこう自分がこうねな流れ、ね、流されてしまうっていうね、そういうものもすごい感じるし、だからここでこの三冠ね戦もし挑戦できるんであればね、そこでこの時代の流れをこうね食い止める、食い止めてまた新たな、ね、流れにを自分がこう作っていけるんだろうなと思うし、うん、まあこのまま何もしなければ、ね、流されて、うん、自分自身がいなくなるだろうし、そういう部分ではこういろいろと
俺自身やっぱりいろんなものがかかっている状況なんだなっていうふうに思いますね。うん、なんかこう若さへのねこの挑戦みたいな、まあそういう形になるんだけど、うん、まあ自分自身の挑戦でもありね。うん、それこうね宮原ヒットのこの若さへの挑戦でもあるし、うん、自分自身のこの最近こう体がねものすごいしんどくなってきてる。今までピンピンしていたものがこうなかなかこうね試合してでもこうダメージがこう受けることね受けてこう動けなるくなることが増えてきてるし、うん、そういう部分でこうでの体力面での勝負ね挑戦っていうものもテーマだし、もう全てに対してこう挑戦っていうものはテーマなんだなと思うんでね、まずは三冠取りを流れを変えていきたいなと思います。もうですよ、王道トーナメントもね、優勝という最高の形で、まあ、できて、またね、本戦のそれ激しい部分も俺大事だと思うし、またそれともう一つのね、なんていうか、その楽しい部分だとか地域を盛り上げるだとか、ね、そういうまた違ったね、道っていうかね、そういう、まあ、そういう世界違う世界ね、うん、もう俺大事だと思ってるんでね、まあ、それの、発表をねちょっとさせてもらいたいんですけど、10月30日ですね、諏訪間の市場おこし、ね、第2回横浜南部市場大感謝祭大会っていうものを開催させてもらうんですけど、それの、対戦カードですね、今日は発表させてもらいます。試合順に関してはまあちょっとあれなんですけど、今は順はまだ言わないけど、まず、発表させていただくと、青柳優馬対、塚本拓実選手、はい、で2試合目が、ゼウス対寿司、もうこれもテーマでもう寿司さん負けないでおいとかもうつけさせてもらってますから、俺の勝手な気持ちを。で1試合目はもうねフレッシュな試合見せてくれおいってね、青柳お前もっとお前若く見せてみろよこの野郎っていうね、そういう一心でつけました。で、まあ2試合目のこの寿司さん負けないでっていうのは、まあちょっと寿司さん寄りなんですけどね、最近のこの寿司さんがね勝てないという状況でこうちょっと同情しちゃいました。で3つ目ですね、市場新一対阿部文則、うん、まあ市場ね今回盛り上げるというテーマ、今なんだ築地のね八重洲移転とかそういう問題があって、新一さんも随分市場を盛り上げなきゃいけないなということで、はい、深く語ってましたね、はい、そんな感じで。で、まあ、次が、アクソンバ対バサラ騎馬隊だおいということで、田村、小高勇美、大森隆夫対岩本、中津、関根と、はい、でセミが、全日本対悪者だおいということで、中島秋山組対、南野長井組と、まあ、これはまあ一見見て悪いやついるなと分かると思うんで、また盛り上がるんじゃないかなって思います。で、最後は市場でも暴走するぞおいと、エボリューションのスーパー隊が青木敦志、菅間組対ネクストリウム、ジェイクリー野村直也宮原健人と、こういうカードを組ましてもらいました。で、なんだこの間の後楽園で宮原でもなんか野村となんだ青柳だっけをなんかこうネクストリウムになんか入れたみたいな話になってて、まあなんか若いもんで束になったななんて思ってるんだけど、まあ、そこはね俺が若い力をぶっ潰すと、はい、どんどん暴走してやろうかななんて思いますね。もう若いやつはもういじめられた方がいいんだというふうに思うし、ね、いつまで経っても俺がもう痛い思い今ねしてるのが
なんで俺だけ痛い思いしなきゃいけないんだと思うからね、まあどん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 ね、いい感じでぶっ潰してやろうかななんて思ってます。はい、ぜひ皆さん、昼間お祭りもあるんでね、もう2万人以上来るお祭りなので、プロレス見たことない方々にもいっぱい目に触れる大会となると思うので、ぜひ、お越しください。美味しいお野菜をですね、いっぱい食べていただけたらなって思います。以上です。これ野村と当たるんだね、これね。あれ野村なんてあれなんじゃないの、あっち一人でやってくって言ってたよね。なんでこっち入ってんのこいつ、おかしいよねこれ。あれそんなことないっけあれあいつ一人でやっていつでも俺帰ってこいよって俺言ったら、なんでこっちにいるんだって 今それ見て思った、驚いた。野村の野郎って何なんだっていう、まあそこは俺が出るまでもなく青木が潰してくれるかもしれないんだよね青木のこといろいろ喋りたいんだけどまあ今度別の時にします